はい、渡辺真由です。今回、シップメント194をプレイしてみたいと思います。マップは、マップはじゃないな。最初からで、あと全員乗れになります。今回ね、斎藤飛鳥のこのクラスで頑張ってみようと思います。さっきもこのロビー出たんだけどね、一つ前ね。これあと2回なんでね、すぐ終わらせていきたいと思いますね。これ、ちょっと、飴玉食べよう。はい、ラボゾーイ。ああ。これ拾えない時もあるな。なんでだろう、これ。あと1回だわ。困るよ、こういうの。なんかやりにくかったんだよ、でも。とっても。終わりじゃねえか。終わった、終わった。ようやく終わったぜ。結構早いよ、でもこれ。終わったぜ。やったよね、これ。終わったよ、これ。終わったね。コンバットショットガンの抵抗値獲得だよ、これ。かかってきやがれ、こいつ。8キル。まあ、キルペース OK ですよ、これ。まあまあ、いいですよ、これ。あー、こういうのを倒せないとダメよ、これ。あ、いねえのか。だから伏せるやつが結構多いな、これ。ダメだな。B に結構集まるよ、これ。このロビー。ダメだな。調子が良くない。B に投げた方がいいんだけどね。ね。伏せてるでしょ、これ。これは通用するか、俺に。入ったか。死ね。ダメだ。いや、悲しいんだよ。そうするか、このか。よっしゃ。あれ、伏せてるのをちょっと狙って。ね、B すごいでしょ？今回。キル数まあまあ伸びてきた、これ。ねえ。焼夷弾爆撃、これ。B に集まっていくから。何キロいくか。あ、間違えた。 B にいっぱい行くよ、これ。右成績がな。よっしゃ。食うて後出す。負けけろね。調子オッケーオッケー。
ダメか。はい。ん？伏せてるよ。結構伏せ、結構いいですよ、これ。死んでるのもいるからね、分かりにくい場合があるんですよ。スモーク、ちょっと見えねえ。よしよしよし、32キロいったらいいよ。俺だ。結構キルが決まったっすよ、これ。ショットガンマニア、チャレンジもらして前半ブロンズさんも獲得して申し分ないですよ。これ焼夷弾爆撃で出したんでね。あと空挺部隊と絨毯爆撃だな。めくるっしょ。こいつやっつけてないの、ここ。まだだな。工程出したのか。絨毯爆撃ですか。開いたのか。気持ち悪い。空挺部隊剥がさなきゃよかったかな。空挺出さなきゃよかったかな。全滅させられてるみたいだな、これ。空挺全然活躍してないぞ、これ。もったいない。今年と空挺もうちょっと後に出せばよかったな。こういうの出たら本当試合にならんよ、これ。49キロ、あと1キロで50キロなのによ。いい加減にしろ、これ。ようやく50キロに行った。いいね。ああ、今回は失敗したな、これ。ダメだ、これ。成績がいまいちですけど。
60はいくでしょ。間違えたな、これダメだこれねえ、これを70以下試験か、これ知らん。キルペースがもう良くないな、後半前半の方が良かったな。あらあら、若干勝ってる感じか、分からんなこれ。入ったか、60キロ後で出せよかったな、もっとゆっくりな。70いかないからこれ。67、多いね。これ出すな、こういうの最後に。よっしゃ、70キロいった。俺だよ、後半もブロンズスター。はい、今回の成績は70キロ64です。プラス6、ダッシュ2、防衛18、スコア7110でした。70キロいったがいいね。ショットガンマニア、ショットガンでマルチキル100回達成したんでね、ナイシスですよこれ。おい見ろ、やりましたね。はい、プロの皆さんありがとうございました。これやったね、ショットガンマニア。ショットガンを使用してマルチキルを100回達成、司令完了でね、コンバットショットガン抵抗者エピック獲得しました。今回もいつものこれ、焼夷弾爆撃、空挺部隊、絨毯爆撃使いましたね。やったね、これ派遣強いっすね、やっぱりね。でレクイジションね、でこれ使わなかったんですけど、マーク2手榴弾にタックコンカッションですね。コンバットショットガンね、やったっすよこれ。これね、コンバットショットガン、今回のショットガンマニア、ショットガンでマルチキルを100回達成、司令完了でね、この抵抗者獲得ですよこれ。抵抗者エピック、コンバットショットガン、コンバットショットガン、これ見ての通りね、エピックとかヒロイックまだ持ってないんでね、超嬉しいですよ。この前あのヒロイック武器を得るとかなんか購入とかしてヒロイック狙ってたんだけどね、これヒロイックバトルアックス2とかキャッチポール2とか狙ってたんだけど出なかったんでね。でもエピック今回たあの獲得できてのとよかったね。これ使ってやっていくんでね、引き続きね。はい、今回この斎藤飛鳥のこのクラスでね、シップメット194でドミネーションをプレイしてみました。あとよろしければね、チャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。